しかしは止めんな、音止めんな、噛み締めた細胞あんまなめんな、画面越し先生にも伝えていくぜ。いやごめんな、次の日仕事でも2時ぐらいまでラップやってますから。じゃ俺の前に歯が立たないで乗っちゃうぜ。で、そういうもんぶっ飛ばしに来た仲間を掴み捨てる神神の解体ショー。はい、始まりました。今日は特別編の動画になります。はい、ここはとあるトイレからスタートしてるんですけど、ステッカーとか貼っててね、あの映画のセットみたいなトイレですね。かっこいいな。はい、でここを抜けるとドーン。はい、今日はヒップホップのローカルのイベントに来ております。はい、ここがロングアロングっていう大阪本町にあるライブバーみたいなところになるんですかね。そこで撮影しております。あ、はい、どうもこんにちは、ハルヤーマンです。はい、テキラッチョゴクリ、あいいな、テキラッチョ、あ濡れちゃった、こぼしちゃった。はい、からのチェイサーのビールです。あ、すいません邪魔ですね、ごめんなさい。はい、今日はね、あのとある方にこのイベントに呼んでもらってます。で、一人で参戦してるんでね、ちょっと気まずいんでね、アルコールで気まずさ飛ばしていこうということで、この方がヨミくんです。はい、心斎橋アメ村エリアのサイファーを主催しているヨミくんっていう方なんですけど、ヨミくんにこういうイベントあるんでっていうことで誘ってもらいました。ありがとうヨミくん。で、なんか面白いことあるかなと思ってカメラ一応回してます。はい、でこの後面白いことが起こります。まずはね、それまでにダイジェストでいろんなラッパーがいるんで、ダイジェストでちょっと届けていきたいなと思います。ちょっと見てください。天天から頂点、それでも俺信じてる可能性、声も届かずそれが夢、お前は無理マジごちゃごちゃうるせえ、才能がないよ何その態度、気持ちが迷子クソなプライド、破天荒な異常気象、それでも繰り返すよ自分の人、天天から頂点、それでも俺信じてる可能性、声を届かずそれが夢、お前は無理マジごちゃごちゃうるせえ、才能がないよ何その態度、気持ちが迷子クソなプライド、破天荒な異常気象、それでも繰り返すよ自分の人。ちょっと待って、まだ足りへんのちゃう、ヨミ君に声量負けてるんちゃう、ある調子はどうだよ。才能もない、才能もない、僕を見て笑った、才能もない、歌で歌う歌った、正解もない、道をただ歩いた、君だけは僕を信じてくれた。ブロー、ある調子はどうだ。バラメタパフェのペタゴサトースター、ステージ上がれば Feel like a rockstar、 ロックスター、君結果な方法では今行くから、今飛んでる状態言ったらマジでのセイン、神先生がちょっとセイン、ファイトファックファックラップ、すぐに聞いた聞かれゲームアセイン、になっちまうこの空気、君から離れ俺の重中に、 What the fuck is SNG の Burning だけ、 Think of me, my boy, don't hold music、 やめすぎになっちまうこの空気、君から離れ俺の重中に、 What the fuck is SNG の Burning だけ。この曲で上がるだろう、調子のだから遊びに来てみんな神しちゃう、ゼロ、ラブ
り出しても生きたやつ徘徊。パンダとチョコに気をつける日々。臭い匂いはすぐ鼻につく。出会いは中堅二十歳の男。吐いては寄せ引いては書く。俺はいるこの男リーガルハイ。気入れるための魔法。今日はあるでみんなの魔法。今はやることやらなあかん。もう昔とはちゃう。確かに比べや淀めな血闇。俺が変わるか街が変わるか。本気でやってなかった勝利。あの頃どうでもよかった勝利。当時の思い出褒美はマジ。あれは大事でも大事じゃない。九千のりこぼいとか二六をバカン何枚だっても調子だ。まあ遊びに来てみろ神社長。話題だろう。マジで最新のこの曲で上がるだろう。調子もさらっと見に来てみな開始じゃん。オッケー、あれ、Are you ready? 俺らの声、耳を貸すべき。中国は、下手を打つ影。淀川シャイラ、まずは歌詞書く。オッケー、オッケー、ガイ。Are you ready? 俺らの勢いは止まらない。今があるのはあの日の影。足があるなら絶対動かせ。あら、遊んでますか?今日は呼んでくれたアレの皆さん、そしてロンガロンドを貸してくれたロンスタイル、ありがとうございます。俺は俺とスズメは明日のここでライブ。常に大阪をサバイブ。タクシーやる面々盛り上がっていけ。あと待って、9000乗り込もう。他に2億円を分かん。前になっても調子乗る。まあ遊びに来てみろ神社長。最新の遠くで上がるだろ。調子もさら遊びに来てみんな神社長。ありがとう、エルザキンスの。 Yeah、 こうやって先輩が俺をかけてライブもできる。各地のメンバーそれぞれスクラムを組んでぶちかます大阪のエリア。本当に神社のサイファーってとこを僕とエルザキで毎週金曜日ずっとやってるんですけど、ほんまにこの神新庄サイファー続けてきて、まあマジでほんまに何も夢なかったとかいうやつが神新庄サイファーのおかげでね、人生変わったって言ってくれる人もおるし、俺もほんまにこうやって神新庄サイファー続けてきてよかったなって今でも本気で思うんですけど、そこで神新庄サイファーで出会って毎週遊んでる、毎週夜中まで一緒にラップしてくれる人らもめっちゃ好きやし、で神新庄サイファーでラップしてきたからこそ出会えたここの人らも大好きやし、ほんまに俺は周りに恵まれてこうやって今も生きているんですけど。 This is a journey into soundさっきライブ見させてもらって、はい、マジで俺食らったんですよ。多分食らった人 いっぱいおると思うんですけど、はい、めちゃめちゃ盛り上げてたなっていうので、ありがとうございます。いつからラップとかしてるんですか？そうですね、2年前ぐらいなんですけど、その2年前に愛媛県から上新庄に引っ越してきたんですけど、はい、そこで上新庄サイファーっていうとこに出会って、はい、でそこのサイファーがほぼ壊滅状態みたいな感じあって。あ、そうなんですか。はい、その行った時って何人ぐらいいたんですか、はい、トータルメンバー。4人とかです。4人、はい、壊滅。そうなんです。で、もしかも不定期で、はい、なんか気が向いた時に開催してる。なんで上新庄に行こうと思ったんですか。もともと大学がその上新庄やって、うん、ああなるほどなるほど。ラップは高校の時から好きだったんですけど、はいはいはい、ラップする場所とかにも行ったことなくて、愛媛の、まあ、地元でやってて、そうです、周りの友達とかもラップしてるやつとかいたんですか。いや本当にほんまに全員初心者でやったことなくて、はい、もう遊び程度で学校でやってたみたいな、イエーイエーとか言って本当に、はい、ビート流してみたいな。そうなんですよ。さっき僕の曲でもあるんですけど、はい、掃除中隠れてラップしたりっていうのがあるんですけど、本当に掃除中隠れて、はい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 、くっそ下手くそな全然言葉もねんサイファーを、うん、友達とかとしてて、はいはいはい、そこで上新庄に引っ越してきて、うん、ラップをやってる場所があるっていうので、はい、一人で乗り込んで、はい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 、で初めてちゃんとラップしてる人とかと、うん、ラップをできたっていう感じなんですけど、あーなるほど。そこからほぼ壊滅的やったサイファーを、うん、僕スズメって言うんですけど、はい、スズメとイルザキットっていうもう一人いるんですけど、はい、その人と一緒に
その上春城サイファーの主催を受け渡してもらって、この2年ちょっとぐらい今まで不定期やったのを絶対毎週金曜日8時からやるようにして、はいはい、毎週金曜日8時からちょっとこの2年ちょっと、うん、ずっとサイファー続けて1個言っていい、はい、めっちゃ真面目やめっちゃ真面目や全然そんなことないですよ毎週やってて、はい、それで、はい、まあその運営が変わって人とか増えていったんですか。そうですね、まあ、僕とその主催のイルザキットっていう人で2人でその神信条っていう曲をやってて、ほうほう、それをでそれ2曲目のやつですか、さっきの1曲目の1曲目のやつかを、まあ、どこ行ってもどこのライブでもずっと僕ら歌い続けてて、この2年ちょっとぐらい、はいはいはい、ほとんど週末はどっかのイベントに遊びに行ったり、うん、ライブさせてもらったりとかしてて、うん、そこで本当に名前とかも広がって、はいはいはい、本当にイルザキッドと2人で、もう初め2人の状態からずっと始めてたんだけど、2人っていうのはそのサイファーが2人ってこと。そうなんです。でサイファー2人やった、はい、その運営変わって、はい、2人でずっとやってたんです。そうなんですよ、初め3、4人とかやって、もう本当にその僕らが受け渡す前も、はい、そのラップ別にもう趣味でちょっと遊びてどうくらいでやってる人たちの集まりやって、うんうん、まあその人らもコンクなって、うん、僕とイルザキッドでもうほんと1対1でずっとバス蹴ってるみたいな状態やったんですけど、はい、今ほんとに20人とかも多いです。20人、はい、やば、20人近くとかも来てくれる時もあって、それどっちもないだろう、バス死んで最新の最新の見て上がるだろう調子も、さら遊びに来てみな神信条、ありがとうイルザキッド、こうやって先輩が俺をかけてライブをできる。これ見てる動画の人もしかしたら行きたいっていう人いるかもしれないですよ。ぜひ。それ どこでどの場所って見たらいいんですか。なんか場所で神城サイファーって調べたら出てくるんですよ、はい、ちゃんと Google マップの URL とかも貼ってる。なるほどなるほど。本当にあの初心者の人とか、はい、でも本当に来てもらって全然僕らあのウェルカムな感じで、はい、もう本当に神信条サイファーで初めてラップしますっていう人も。でもサイファーって怖い人いるんじゃないですか。ないんですよ、やつですよそうですか、優しそうな、してるんで優しそうな、本当に詰められるとか。あ、ないっすか。何もないんで。ゴリゴリにされるとかないっすか、はい、本当にラップ好きな人はぜひ遊びに来てもらいたいなとか。いや、ぜひね、あのそれもあの概要欄にリンク貼ってるんで、はい、ぜひみんな見に行ってください。YouTube チャンネルポーツっていうんですけど、それこそ僕があの三角公園にフラッて行った時にヨミ君がそのサイファーやってて、でその時に MC バトルしてくれませんかって即興で、で僕があの優勝賞金ポケットマネーで1万円出すんでやってくれませんかみたいな。ここって何サイファーって言うんですか。 24H サイファー、24時間サイファーですね。ちょっと提案なんですけど、はい、沖縄サイファーの時も僕突撃して、はい、で即席でトーナメント作ってもらったんですよ、はいはいはい、で賞金僕から1万円出したんですよ、優勝者に。僕優勝賞金払うんで、もう一回トーナメントやってもらえないですか。熱い、めちゃくちゃ熱いじゃないですか。ポケットマネーで1万円出すんで反応がいい。どうすかどうすか。でもしよかったら今度なんかそんな感じでやってもらえないですか。逆にやらせて。マジっすか、はい、いいっすか。めっちゃ嬉しい。ちょっと次回行きますまた。ぜひぜひ。あのちゃんとあのスズメくんのライブ見て、はいはい、神信条サイファーめっちゃ気になってるんですよ。ありがとうございます。今度行かせてもらえないですか。ぜひ。それ例えば、はい、その1万円出すんで優勝賞金、はいはい、バトルとバトルで、はいはいはい、なんか16名ぐらい集まったらちょうどいいんすよ。うん、そうですね。一応めっちゃ申し訳ないんですけど、はい、神信条サイファー、はい、バトルをやらんっていう意義で、うん、あ、なるほどね。初心者の人とかも来てくれる時本当に多くて、はいはいはい、そういう人らがいきなりうまい人バトルってなったらやったらやりづらい、心折れちゃったりする人も、はいはいはい、多いなと思って。なるほど。じゃあ例えばそれ定期で金曜じゃないですか、はいはい、どっかの土曜日とかで、はい、その特別編でメンバー集めてイベント的な感じでやるっていうのは全然ありですか。はい、だからあの1万円出すんです。あ
あの、ほんまありがとうございます。参加費ゼロで。やらせていただきたいなと。いいっすか、いいっすか、はい、いいっすか。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あざっす、えっす、えっす、えっす。ちょっといろいろインタビューしたんですけど、はい、まあちょっとまた連絡取って、 まあ開催できたらなと思うんで、ぜひね、はい、お楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございます。実はね、あれから2ヶ月ぐらい経ってて、1回撮影した日はね、お蔵入りになってるんですよね。残念ながら警察に止められて撮影不可能となり、今日撮影になるんですけれども、スズメくんにスタジオを押さえてもらってます。はい、ちょっと僕も初めてで、どういうところか分かってないんですけど、多分ね、ライブハウスとかじゃなくて、あのバンドが練習するようなスタジオ、ブースみたいなところを押さえてくれてるのかなと思いますね。っていうことでね、ちょっと早速行きたいと思います。ありましたね。ここの音楽練習スタジオテンダーっていうところですね。よし、行ってみよう。あ、すいません、あの複数人のところなんですけど、上の3番スタジオ。3番スタジオ。うっす、うっす、うっす。撮影します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今何人ぐらい集まりました？今10人ぐらい。うんうんうん。何人か遅れて登場します。 OK です。よろしくお願いします。お願いします。おいっす。あ、おいっす。来たっすか？来ました。え、普段カミシン全然じゃあ来てないですか？でも呼ばれて。はいはいはい。楽しみ。お疲れ様です。あ、この前の、あの前のやつね、お蔵入りになってるんで。いや、もっと強いんで。そうですね、じゃあカバーしてください。はい。音があれば俺たちはなんとか楽しめていけるようなやつだ。いや、そういう楽さ、バカさは兼ね備えてるやつだ。じゃあそろそろバトル始めていきましょう。全員調子どうですか？みんな仲いいけど、慣れ合いなんてなしで、全員で打ち上げていい感じにやっていきましょう。お願いします。まあ、普段は仲いいけど、まあもちろんカメラも本日入っていることですし、上新庄慣れ合いの集団なんて思われたらクソったるなんで、全員打ち上げていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、ちなみに賞金前1万円やったんですけど、ちょっと残念なことに前ちょっとできなかったんじゃないですか。あの5000円アップしてるんで、1万5000円です。ありがとう。さあ始まりました、第3回ポーツ MC バトル、略して PMB。 優勝賞金はなんと5000円アップの1万5000円。チャリンチャリンチャリン。そして今回は特別ルールで敗者復活枠を取り入れています。1回戦は勝ち抜いたけど、2回戦で負けてしまった3名で敗者復活枠をかけて戦ってもらいます。敗者復活枠のルールは、3名でマイクリレー形式で8小節2本を回し勝者を決めます。準決勝は敗者復活を勝ち上がった人も含め、ABCD4 名でグッパして対戦相手を決めて行います。全体ルールは、1、2回戦が8小節2本、準決勝、決勝が8小節4本、延長ありとなります。そして、この第3回 PMB に参加する MC たちは、この11名！果たして、この1万5000円を手にするのは、一体誰だ？レッツバトル！それでは1回戦第1試合から呼んでいきましょう。イルザキッド YKI お願いします。イエーイ、ヨーヨー、イエーイエーイ。それでは戦っていただくビートを聞きましょう。ビートはこちらです。イエーイエーイ。わーゲーはこれを踏まえた上で、先行後攻の逆転をお願いします。
グー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ。ここで。はーい。それでは行きたいと思います。先行は？先行 YKI。イェー。高校いるだけ。イェイェー。発祥節2本、メリー、ファイ。イェー。いや俺は常にオーバーザボーダー街から抜けてて田舎の都市庁舎俺はいらねえ五教科も真っ教科おい始めるぞさ調子はどうだいやリベンジさせてくれてありがとうエンターからの借りがあるから今度はリスケと受け止めな次は誰じゃどこの一押しがどうだいやいやいや五教科はできなくても国語はがっつりこの文学使ってるからこの頭にビシリいや未だに数学できねえけどいや電卓弾くのはもう慣れてるからよいやバイブスと共に上がり下がりするこのテンションテンダーでも変わるでしょ全員調子どうよこういう感じすでにラフにやけど肩は張らずにすでに街の道を常に探索していやつまりお前は数字だけ追いかけてることだろうだからてめえ最後に全然ラップしねえんだよいや俺は質だけ追い求めて数だけ参加しらいいって解禁書じゃねえぞいや俺は出席禁止ってずっとラップしてんだてめえが酒飲んで女くらいになって俺にちょっかいかけんのかそうじゃねえだろいや脇ちょっかいって脇がお前のどっちだよいや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 バーカ何言ってんだよ最初から数求め続けた後に質があるんだよ分かっちゃねえなで、yeah、 そのくせに2枚になって最初から沈む求めすぎたやつからだんだん沈むで、yeah、 だから俺たちはすでにフライアウェイ、yeah、 空の上であんたのこともとっくに見下してやるや、yeah、 けどもあんたはスカイウォークやりすぎてるとも足がついてない足ついてんぜボーイ終了それでは判定の方を聞いていきたいと思いますナイスバトルですめっちゃいいバトル先行 YKI はーい高校イルザキットはい勝者イルザキットです勝者よろしくお願いしますナイスバトルナイスバトル1回戦からナイスバトルナイスバトルさあカバー VS ハベ上がってきてくださいあーあいや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 それでは戦っていただくビートを聞いていきたいと思いますビートはこちらですイエーイイエーイそれではじゃんけんの方をお願いいたしますここでそれでは場所を入れ替わってくださいそれでは行きましょうハマけカマハマせハベ先行ハベ後攻カマ発祥節2本レディーファイ晴れた日曜雨の月曜でもそこにいた真っ暗な川辺孤独に座ってたくたばんなよ俺絶対にくたばんなよふざけんなこんなとこでまだ俺は終われねえそうやってやってきたラップもここで何年目そんなことも分かっちゃねえまずはどんな気やってるかよりどんくらいかっけえラップをしてるからなら要は始めようぜいやごめんな自分に気合い入れんきても毎回気合い入ってるからそんな言い聞かせることもないねん俺はなお前みたいに弱い男じゃない俺はバトルだから本音で語ろうしっかりとこの場所でラップをしてくお前の目見たらわかるいつもキラキラ輝いてるそれはほんま嘘はつかないだけどバトルだこの養いメンバー身内切りの時間だ何が弱い男なんだよマジで俺は毎日上新庄足運んで夜が明けるまで俺はリリックを書いてんぜそういうところのモチベーションからまた直しな夜の川辺ってのはさ自分見つめ直すことができてまずは当たり前のことからそれが大事なんだろ要は自分見つめ直すよじゃなきゃ離れていくさいやごめんな次の日仕事でも2時ぐらいまでラップやってますからいや俺もラップで楽に勝てるぜお前が相手だったら楽味が出るぜクソ野郎いや全然大丈夫まあお前俺のやってるイベントとかでも来てくれてるからなあんまきついことは言いたくないけどこの場所じゃケルケル終了それでは判定の方を聞いていきたいと思います先行ハベ高校 MC カマー勝者 MC カマーですありがとうございますナイスバトルですこの2人に戦っていただくビートを聞きたいと思いますいいビートはこちらです
さあ、それでは立ち位置そのままでいきたいと思います。先攻さやま、後攻ケイキッド、発射応接2本、レディーファイト。ラップをやってるらせ朝から晩まで胸張って言うて甘ラッパ、実家に帰って母ちゃんの裸見たくはないが、みんな見たいでしょ狭山の三段。俺は釜形パンチライン入ってるんで、それがわかるかよ。パンチライン販売する狭山のだけで、ダッチはいい買え、ダッチはいい悪い、お前のスキルより見せるダンチがいい。俺もやってるぜラップならば朝からば、お前のスキルじゃ俺の前に歯が立たないで言っちゃうぜ。マジこれが即興の味、歯が立たないどころかこいつのラップでチンコも立たんやろ。普通に考えたら分かること、下ネタカラーには限界があるぜ。そんなことないぜこんなグループ、そんでもてお前でしっかりと復調し、いや歯が立たねえなら舌で舐める、ペロペロキャンディお前は手も足も出ない、みたいな感じ。フェラチオ打ちていくから手招きをしているで、世界が狭しを知らないよ、俺ならジュプジュプフェラチオ、サッカーで言うところのクチュエラシコ。クチュエラシコって何お前そんな風に軽やかなステップできんの、フリースタイルでっていう話をしてんだけどな。俺はお前のその言葉遣い、そういう空中とかいらない、俺たちは地に足固めながらやってんのに、こいつ空中とか何抜かしとんねん。おい下ネタキャラはユーマだけでいいやろ、そんなことは言うまでもないやろ。終了でーす。ナイスバトルです。すごい。それでは判定聞いていきたいと思います。先攻さやま、後攻ケイキッド、勝者ケイキッドになります。やばい、めっちゃうまい。銀次郎 VS スズメ、よろしくお願いします。いやいや、ビートはウォウ、ビートはこちら、えぐいの、えぐいの、はい、yeah、オクトピーツ。じゃあ、2、3試合終わってきたんで、もうそろそろ皆様、また慣れるには早いでしょうか、調子どうでしょうか。オッケーです、皆様調子良さげです。じゃあけね、先攻後攻のじゃんけんをよろしくお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんほい、先攻で、おー熱い、熱い、はい、行きましょう。8小節は2本ですね。先攻金次郎、後攻スズメ、8小節2本、レディーファイト、レディーファイト。いや初めてサイファー来た時初めて会ったのあんただよ、今年の一学あんたに食らってここまでラップやってこれた、いやあんたに感謝もしてるがここで首を切らねばならねえ、それは俺にとっては心苦しいけどあんたの助けにもなるな。いや俺もそれは知ってるけど、俺も俺がヤバいっていうのを、俺も俺なりに自分で自負、逆に俺がささ首を切るってしてやるような感じだぜ、お前がここまでやってこれたじゃなくてこれからもやり続けるって意思、その道を俺に教えてくれよ。いやあんたに教えてやるよ、首を切るじゃなくて無知の自分を変えるためここまで来てるんだよ、あんたも倒して次のステップ行くために、俺ならここまでじゃない、あんたの言った通りこれからの自分見つめ直すためにここであんたと戦ってあんた乗り越える。いや俺も乗り越える、言われても俺のためならでかすぎるって話だぜ、その無知なら俺がディス、言ったら愛の無知みたいなもんかもしれない、その無知すら無知は罪っていう話だからこそ俺は現場行きまくって全ての経験それを武器にしてる。終了、ナイスバトルです。それでは判定を聞いていきようと思います。先攻銀次郎、勝者、後攻スズメ、勝者スズメ、ありがとうございます。ナイスバトル。ゼスター VS マスタング、よろしくお願いします。1回戦のこちらが最終試合となっております。なかなかこの対決見ないのではないでしょうか。それではピートチェックをよろしくお願いします。おっと、ノースモークな2人にこちらのビートがかかりました。どんな戦いを見せてくれるのでしょうか。それではジャンケンをお願いします。ここで、はい、
い、というわけで先行ゼスター高校マスターになりました。いきましょう、先行ゼスター高校マスターで DJ スムレディーファイト。俺だけ一人のはみ出し棒でもちゃんと映しとけよハイライト、yeah、 そういうもんぶっ飛ばしに来た仲間を掴みせる神神の解体ショー。俺が見せに来たんで、yeah、 まだまだ生きてるとこがあんで、yeah、 このビートだけのノースモーキンぶっ殺してる目の前のコクロージ、周りのやつはスモーキン吸い込む煙なんていらないんだ、俺らはラッパー吸うのは酸素出すのはワンパーツでライブアウトロー突き出す言葉の中に音を突きつけるイカズチ形、俺らにいらないのは怒り、船の怒りは上げたさあ出航だ、ね、さあ出航してるこの大後悔、まあ後悔もしたこともあるよ、でも冒険ぼっとしてる暇で突っ立てぼっとするように通算でもの上に乗っかるの大事なんで、大事印象から大事にしよう、大地がクッション転んだって大丈夫、後悔しても全て近道だろ、確かに近道裁量あるけど俺らはあえての遠回り、見てきた道草吸い込まないのに体に入って廃業の音楽、次は唯一これだけ、あとは俺らのライフスタイル、背中にいないよスタンドライフの全てスマート、ブルー終了。面白い勝負ですね。こちら判定難しいですけど、皆さんバッチリ決めていただこうと思います。大丈夫でしょうか皆さん、ジャッジは決まりましたでしょうか。いきます、先行ゼスタ高校マスタング、勝者マスタング、いい試合やった、楽しかったです、ありがとうございます。そしてゼスタ君は今年8月、12日ですよね、8月12日アップアーズというイベントも主催しているので、ナンバーミリラリー要チェックだ、よかったら来てください、お願いします。さあそれでは2回戦の方に上がっていきたいと思います。2回戦も準備いいですか、いけますか、それでは行きましょう。ビルダキッド VS MC カマー上がってきてください。それではビートの方を聞きたいと思います。ビートはこちら、よーよー、ビートを聞いた上で先行後攻決めるじゃんけんお願いします。ここで、それでは立ち位置そのままでいきたいと思います。先行 MC カマー、yeah、 後攻ゆるだキット8小節2本レディーバイ。ピースなフェスの後だからあんまディスはやりたくないけどさ、殺しに来ているぜ本場の意味で、ああ超楽しいぜ間違いない、あえて一泊置く俺の強さ、お前はどうか常識化せるな、今日できっちり紹介してようや、フェスでファンならもう十分だ、神戸のピッツァぶち上がりね、yeah、 そりゃそうだろ、ウィリケンパークでアシュラマイクメリケンぶっ飛ばせ、そういうバイメスだぜ、俺が食らったヒップホップの原点は神戸、徳島淡路島兵庫とで大阪ぶちかませプレイヤー、お前ほんまにプレイヤーって言えんのか、人のカップ麺とか酒とか回して奪うな、自分の金で稼いだい酒が一番美味しいって分からしたろお前だろ、いやアスラマイクおったけどさそんなことは書かへん、俺はバトル勝ってあぐらかくこんくらいな感じ、逃げてるプレイヤー元からどうする、俺はお前に勝って淀川ウォーク、淀川ウォークから形を変えて神新庄は神崎ウォーク、いやだけど俺に対して酒とかカップ麺でそれでディスしてくるのも結構、いやそういうのでも結局こけてもええやん、立ち上がれるだけ100倍マシや、このビーチの上だからそれが光るぜ、このカメラに映せこのショーケースだぜ、いやーナイスバトルでーす。それでは判定の方を聞いていきたいと思います。先行 MC カマー、後攻イルダキット、これ延長じゃないですか、もう一度聞きたいと思います。先行 MC カマー、高校イルダキット延長でーす。それでは先行
方向を入れ替わってください。立ち位置入れ替わってください。いえいえいえ、延長も8小節2本でいきたいと思います。それではビートを聞きたいと思います。ビートはこちら。イエーはー。それでは行きましょう。先行ここ入れ替わって、先行がイルザキッド、後攻が MC カマ、8小節2本レディーファイン。別にこけてもええがな、常に前向きフレンズとキャッチャーヘンズ、yeah、 そういうノリでやってる神信条サイファー、始めたのはスタートは俺から。最初は何も何くさにポダポダ、そっから始めて今ではボトムス、太くなりすぎてでもラップはタイト、ぶっ飛ばすのがこの場所のアルコール。今日そうだな俺サイファー、3人でやってた頃からやってるしな、今はこんくらいでかくなったな、街は見た皆がこの時皆で乗ってこよ、皆は物を切れぐらいな感覚、お前調子どうなんだよ。まあ聞かすともわかるけども、一生いっぱいやから今日で仕事を。いやいやいや、稲葉物を切っていってる場には普段言うけどガレージ戻れねえって何言ってんだよ。俺たちはガッツリその分取ってるんだよ、だけど UK のスタイルで言うならドリルだよ。いやガッツリ掘りまくってるディグオブディグって、そういうところ一つ足りてないっす。いやニュースクールからオールスクール何も関係なくて、ディグってるやつ、やることやってるやつが正義、やることやってるやつが正義。お前もイベント出たりバトル優勝したりな、やってるからこそ俺は本音で語ってるって。お前マジでスペシャル、マジとか嘘ってすごすぎる、ごめんなさい。だけどこれはな、ほんまに俺はイケてる MC は本番の直接は言うわ、お前ほんまにイケてるわ、神身長セロ男、今後ともよろしくお願いします。それでは判定聞いていきましょう。ナイスバトルです。先行イルザキッドが良かった人、高校 MC カマン、勝者イルザキッドです。MC カマンは敗者復活もあるので準備しといてください。いやーいい勝負ですね。同世代ここで当たることになりました。じゃあビートはこちら。それでは先行後攻じゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけん、ほい、はい、しょい、しょい、ここで、はい、先行が、ケイキッド、後攻スズメ、いきましょう、先行スズメ、後攻ケイキッド、8小節は2本、レディーファイン。いや、いや、いや、俺もお前もいる先も3人で作り上げたもんだと思ってる、だけど俺は少し遅れてる、それは分かってる、愛も変わらず初期メンバーごめん、スズメといてや、俺はそれだけ、いや、お前に、いや、マジでライブもかっけえ、めちゃくちゃリスペクトしてる、だけどマイク持ってステージ立って全員から見られたら容赦できねえのが俺なんだよ。いや、そこで容赦じゃないぜ、見えないとこでも戦ってるぜ、常にプレイヤーまあ、しかいないだろ、ここに立っただけじゃなくどこでもぶちかましていこうや、俺はそういう気持ちだぜ、ラップしてない時も俺は常にラッパーだと思い、自分を磨きながらずっと進んできたんじゃ。俺もお前もずっと進んできた、いや、お前も俺を見てるから知ってんだろ、いや、俺は現場ライブだけが全てじゃねえと思ってる、俺も家でずっと制作してる日や、マジだから俺も見えないところでやってる、努力はシャドウ、歩いてきたシャドウ、そして俺は歩いてきた横断歩道を幾重にして渡った先にたどり着いた高校の頃、お前がシャドウ歩いてる間に俺はイベントでストリート歩いてきてるよ、あ、お前が制作制作って言うなら俺らのレコーディング遅れずちゃんと来いよ、そういうとこだと思う、あと俺といるザキとケイキと3人で作ったんじゃない、全員で作ったからこそこういう奴らが集まって今も神信条サイファー続いてんだろ。終了というわけでナイスバトルです。それでは判定聞いていきましょう。先行ケイキット、後攻スズメ、もう一回聞きますね、先行スズメ、先行ケイキット、後攻スズメ、勝者スズメ。というわけでケイキットは敗者復活に備えておいてください。よろしくお願いします。
ング VS 主流お願いします。あれ、マイク主流シンシン、いい勝負ですね。というわけでビートはこちら。先行ここのジャンケンお願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、おわしはい、というわけで行きましょう。先行支流高校マンスタング発祥節は2本、レディーファイト。いいかバッサー、よっきー、僕らオジロのビート俺に勝てねえな。こいつはディスディスセットフォーク、大阪にも月の悪魔上陸。これはパッドデカを一度せせらぎに乗ったヤッペークマ、この子の恋ぶして差し込む刃物を消えず研いだバンバン。おい誰のビートで勝つのか、どうぞがめっちゃ面倒くせえな。あ俺らは何のビートでもええよええよかかってこいよ、イエス。お前誰かのビートだろ、俺アカペラでも相手ならんぼ。家に帰ってオナニーかやり直してこいや、静止から。君のラップがオナニーだろうが誰のビートだろう関係ねえな。アカペラで弾けねえラップじゃねえ。オジロのサンプリング分かります？これは聞いた数が違えんじゃん、愛が違え。俺は命救われとる、これがやり方、広島さし方、言葉の重み全く違うな。おいおい、ええ加減にせえよ、誰のビートでもええって言うとったか、お前。おい1点2点3点4点俺もう取る5点、これから合格点だ、音の上に乗れてはねえな。苦労がまだこうだ言う割にいっぺんと終了。それでは判定に参りましょう。先行シリュウ、はい、高校マスタング、おっとちょっともう一回言いますね。先行シリュウ、はい、高校マスタング、はい、勝者シリュウ。というわけで、マスタングは、この後の、敗者復活審議会とってください。よろしくお願いします。それではこれから敗者復活の方を始めていきたいと思います。 MC カマー K キット、マスタング上がってきてください。ビートはこちらです。それでは決めてください。最後の人はこっち来てください。で、ケーキと次は2番目で、マスタンがこの3人、うん、OK です。それでは行きましょう。発祥節2本で、すごい盛りがいいんじゃない。こっから、1人だけ勝った人が準決勝に上がれます。一番やべえやつ決めてください、うん、それでは行きましょう。レディー待ってくださいね。行きます。俺はラップかまして、お前らとできて最高、いつものメンバーが集まってくれたらマジで最高だぜ。俺は優勝したい2文字の決意だけ、下克上スタイル下から上へ振り上げ。いやよ、そうやって決意だけで固めてるやつダメじゃないですか。今日当たり前で3人勝てる、楽々にマスター見せれなかったよ、マスター武士。あれ調子悪いんですか。そうか、ヒューストンけど自分でマスター理由なんて、客判定が1万っていうこと分かってねえな。全部自分で考え直してよ。誰かがキングかって俺が決めんだ、誰かの評価に任されるんだ。ただお前らに
に対しての評価サブとあと誰やったっけテルとかのお前ら全部2番ステージリングムチャイル全て終わり俺らはライブアウトロー全て使いこなしてなんぼ yeah. Oh, yeah. 人に決意だけとか言っときながら自分に自信持って決意で落とすんや逆に見せてやカマさん節三段好きここからだんだん不利になっていくでだって自分の言ったことが自分で返ってきてるもんただそれだけやんけ、yeah. 俺はこの場所ワンショット続けるライブフローワイブ数の三権分立じゃあかましたるわかまさん節俺三人の中で働くし当てるような感覚気を吹くせお前逆に直せやった遅刻癖どうなってんのかわからん俺テルの何番選手とか言ったけど一番俺のライブでサイファーで上がってくれてるやつここにおる終了でーす。それでは3人の中で1人だけ手を挙げてください。1人だけですよ。それでは聞きます。1番目マスタングが良かった人、2番目 K キットが良かった人、3番目 MC カマーが良かった人。もう一回聞いて。そうやな、ケーキとは2票だったんであれです。じゃあマスタングとカマーさんでもう一回聞きたいと思います。マスタングが良かった人、 MC もう一回マジごめん聞きますね。1番マスタングが良かった人、MC カマーが良かった人、勝者 MC カマー。それでは MC カマーが準決勝に上がります。では今揃った4人を発表します。イルザキッド、スズメ、シルー、MC カマー、この4人でグッパーして決めたいと思います。じゃあ先ほど呼ばれた方々グッパーの方お願いします。せーの。あ、ちょっとどういう掛け声だよ。スタイルみんな変わるやん。俺が言うわ、俺が言うわ、グッパーで分かりましょうな。あ、じゃあどういうスタイル。じゃあグッとパーで分かりましょうね。広島スタイルよ。グッとパーで分かれましょう。分かれてない。じゃあ一回どっち先行くかだけでいきましょう。マジだけ、はい、はい、行きましょう。じゃあ先行く。OK です。じゃあ行きます。準決勝1試合目、カマ VS スズメ、ここから8小節両方勝負です。こちらがビート目、お願いします。Yeah. 先攻後攻のじゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけん、ほい、ここでお願いします。先攻カマ、後攻スズメ。今日何回目かまあ分からんけどさ、やっぱ身内やから燃えたける。お前の得意分野じゃないから、そうやって熱い気持ち俺にもぶつけてみろよ。別に俺は行っても一歩やるけど、けどこういう熱い猿やったら別に熱い猿でもちゃるし、目を絶対離さん。お前の曲でも俺の曲でもあるやろ。いつもありがとう。 Yeah Yeah 間違いね、ありがとう。このメンバーに俺も伝えるぜ、本当に俺も本気、絶対に負けないけど俺もあんたが大好き、だからこそぶち殺してやるぜって気持ち。先輩後輩も関係ない、ずっと大好きな先輩、でも今日は俺の壁越えれない。今日は俺の壁越えれない。バトルの時だったら毎回愛伝えてきてくれるけど、逆に熱さが裏目に出て負けることだっていっぱいあるから、それそろそろ学べや。間違いねえやろ。絶対にリスペクトだけがバトルは全てじゃない。こうやって殺しにかかることも、それも一つの手だからな。やってみろ次の。逆にどういうとこで殺しに来てるのか、あんたグザっちゃってマジダッセーな。俺の熱さだけって言われるよ、でもそれが俺の武器だからずっと貫いてんじゃん。
その気持ち、自分の武器、それをブラしたら終わり。だから俺は芯は触れずにずっと頭と体ブラしてんだよ。いや、お前のスタイル、それも貫いてる。やったら俺も自分のスタイル貫いてみるわ。何言われても俺も返すインで。この前のパーティーナイス DJ ありがとうな。俺のバック DJ 専属みたいになってくれてるけど、俺が提督みたいに立ちはだかるカッペ。わかりますか、お前なのか今日は超えれねえぜ。また俺がお前に勝つ日になる。いやありがとう、俺がナイス DJ。 でも俺もインで返す、敗者死ぬぜ。あんたがな、俺もインも全部できちゃって、あんたよりだいぶ勝ってる。ラップだと思うけどそこらへん、どうなの、あんたエンジン切れてんじゃねえか。1回戦2回戦の勢いはどこ行った、もっと無事かましてこいや。今はもう一回やろ。失礼。ゲー、ゲー、ゲー。もう一度、レディー、ファイト。ゲー、ゲー、またいっぱい乾杯しような。まあこれ終わってからでもいいし、いっぱい美味しい飯も食いに行こうや。いや違うな、一番やりたいことお前と飲み明かす。戦でも行きたいな。まあそんなことはどうでもいいし、そんな草生える強なスタイルとかも俺も絶対したくない。だからブラファネこのバラコ、お前の言ったように若干スタミナ綺麗かもしれんけど、まだ歌い足りねえ。俺はずっとラップしてるからな、のんない。どんな時もラップなら忘れない。まあ間違いない、乾杯しようや。でもこの体勢あんた乾杯しそうや、大丈夫。いやそんなスタミナ切れてる場合じゃないって話、こんなとこじゃ俺止まんねえ。今日は優勝しか俺見てません。イエス、終了。あ、先ほど本当にすみませんでした。全然。先攻カマ、後攻スズメ、勝者スズメ。はい、スズメです。しましょう。シリュウ VS イルザキ、イエイエイエイ。ビートチェックお願いします。ヨイエイエイシリュウ。先攻後攻のじゃんけんをお願いします。最初はグーじゃんけんホイ、はい、こうでしょう。誓いを変わります。先攻イルザキッド、後攻シリュウ、8小節4本、レディーファイ。上でまず大丈夫か、その上でやってくウィドスター。足は止めんな、音止めんな、寂しいのサイバーあんまなめんな。画面越しのやつにも伝えていくぜ、シリュウお前にもぶちかませって。キャップにタオル垂らすならまずは前髪からそのタオルは出すな。こいつは伸びちまった、まるで俺の思想先みてえだな。徳島広島つなげるか、それとも橋立ち切ってつなげるか。俺はワンバイク、これは地元のタオル、レペゼン地元当たり前。こいつでぶちかます、どこに行ってもレペゼン勝丸で。いやいや、お城のことを言ったり、この当たり前の言い方ゴミさんじゃねえ。言ってるそのバイブスなら俺の方が似合ってる、タオルメッサイだぜ。このやり方ねえゴミくん、エスキラ最大に最強、俺が食らってきたど真ん中、その分かわしてお前にも食らわしたるわ。俺もど真ん中当たり前、似てるとかクソだせえこと言っちゃねえ。土地はスタイルはそんなもん、こっちとら浜で広島の文化、こいつはかわしてくしょうがら、北の雪の町から来たクマじゃ、お前の言葉じゃ刺さっちゃねえな、その言葉もっと遠いだから。ねえ言葉飛ぶ前にまずはビートのガッツリプンプンパ、そういう感じで射撃で MPC 押すことまず学んでない。 Yeah MC だったら全てを内蔵、その上のマイクフォン、徳島スタイルで言うなら俺たちラップの踊らにゃソンソンソン。踊るアホに見るアホ、俺は切り裂くラップすることえいしょ。こいつが分かってねえなら、まずは一から哲学からやりね。音楽にとらわれたやつだ、インプットを忘れた MC がバカなアウトプットを語る、その状況を全て覆す。ねえ音楽にとらわれたやつだ、それで衝動だよ。俺ら
ゲームラッパーじゃまだバッカー、そういうスタイルだよ。ミステンプレイヤーアンダーグラウンドから常にさ上に、そういう感じ苦労してるけど俺からしたらもはやネイビー。音楽やるならメッセージだろ、ならインプット増やすの大事だろ、当たり前それわからない、ならその上辺の言葉シャットアウト、意味が伝わらねえやつらばっか。広島スタイルを音質見抜け、これが広島のペンパック、癒しメッセージ伝えるマジのスタイル。終了。それでは判定の方聞いていきたいと思います。先行イルダキット高校シル勝者はイルダキット。次が決勝戦です。決勝戦、はい、俺が司会やります。俺なんでしたい司会したいかっていうと、この2人めっちゃずっと長いこと多分一番おる自信があるんで、僕にやらせてください。いやいや。ちょっと司会これ持ってあげて。神新庄三十種とかいうグループライン作ってましたね。神新庄三十種とか作ってましたね。そうっすよ。いやいや、バレ懐かしいですけど、俺はこの2人が決勝に立つのはマジでなるべくしてなってる組み合わせだってみんなも思うでしょ。めっちゃかましてる二人やと思うんだ。はい。で、これ買った方1万5000円なんでね。はい。そん中入ってるんで、ね、熱い。熱い試合見せてください。もうほんまに、この試合の、かっけえ方、強えなって思った方に手を挙げてください。はい。本当に、イルザキッドと二人で、もう初め、二人の状態からずっと始めてたんですけど。え、二人っていうのは、そのサイファーが二人ってこと。そうなんです。サイファー二人やったの、はい、その運営変わって。はい。2人でずっとやったんです。そうなんですよ。僕とイルザキッドで、ほんと1対1で、うん、ずっとバスケってるみたいな状態だったんですけど、はい、今ほんとに20人とかも多い。20人やば。ザラッと見に来てみる感じじゃん。 OKOK あれ Are you ready? 俺らの声耳を貸すべき。中国は下手を打つ影、この側シャイラまずは歌詞書け。 OKOK guys Are you ready? Come my lady Come come my ladyじゃあ1本目はこれで。Yeah. 2本目はこれで。Yeah. ナイス DJ 言ってや。じゃあこのビートを踏まえた上で先攻後攻ジャンケンお願いします。最初はグーじゃんけん、ほい、ここでイエイエイエイ。あ、そっか、逆やん。じゃあ最後ちょっとシャウトだけもらっていいですか。イエー勝つ。イエー、あんたは勝つやけどそれ言える逆に勝つ。はい、じゃあビートは1本目がいいと思う人、2本目がいいと思う人、2本目でお願いします。2本目でいいと思いますね。イエイエイエイ。じゃあ、この神新庄ナンバーワンよ決めるのにふさわしいバトルをしてくれるでしょう。じゃあ行きます。僕のレディーファイの声でみんなもレディーファイで全員行きましょう。行きます。決勝戦レディーファイ。イエーイ。マイカフォーから調子どうなんだよ。いや、俺もぶち上げに来てる。カツ入れるとか言ってるダジャレみたいなもんならさっき言っちゃって、俺はしっかりラップラップ、俺たち何年もラップラップ、スタンスのブレて、それとも見える景色も変えてよ。いいよいいよいいよ。マイカフォーからまた調子はどうだ。サコ MC なら興味はどうだ。隣から見ててもまず違う、同じスタイルでも俺ならビッグアップ、そういうスタンスで常にさ baby、 俺のスタイルであんたも飲み込むぜ。スズメ逆にハト、俺ならばさ白ガラスの裏でしこたませる。それも何回も言ってるしな、お前捕まえ使い回し決勝に来てまで出して、何回も聞いてる。お前ハトちゃうやろ、いるさきっとやろ。何言ってんこいつ、決勝で焦っちゃって動揺してるのが見え見え、そんなんじゃマジで勝てません。即興ぶちかましてこいや。いや俺た
ちは今から地震起こすところだよ。その波は津波って言うんだよ。何回も言ってるけど南海トラフだったらよ、いや大阪より兵庫被害受けるの愛媛だろ。言ってる価値が分かってんのかよ。フォースというコース、つながるコースというコース、yeah、それはさっきの指令も最初、俺のスタイルであんた殺すのがミッション。別に愛媛が震源だからどうした、地震来てもラップやってやんぜ。それで落ちたやつとかを救う、そういうために俺は音楽やってんだぜ。どこに行ったって変わらねえこの気持ち、俺は自分を信じてるし、間違いなく地震起こるなら寂しいとここが震源し、 yeah, yeah, yeah。 たまには自信持つことも必要、その上で信じることも必要やけども、たまには自分を疑わないと日本ゲーム食器じゃなくなりそう。だから今も立ってんだよこのステージ。この9号にもライブステージ味わわせた、今日で4度目の優勝だぜ。先週に続き今週もいただくぜ、ね、それは間違いねえよ。俺も何回も病みかけた、ずっと曲書いてるしな。でもその中で上司のこういうやつがいたから俺もずっと音楽続けてこれたんじゃ。そういう気持ちなの当たり前、自分も見失いそうになる時、それでもひたすら自分と見つめ直して、何度も書いては消して弾いては書く、俺らのリリックにもある通りだ。 yeah, yeah, yeah。 あんたが見つめ直してる間、俺はまた頭の脳みそが見つめ直して、そういう感じで常に動いてるわ。 yeah, yeah。 だからこそあんたにも負けられないぜ。 yeah、 分かってんだろって言って、寂しい、こういうやつ何言ってんだよ、こういうやつなんかで終わらせねえよ、ここにいるやつ全員が最高なやつ。暑いっすね。じゃあ皆さん決めていきましょう。じゃあ行きます。みんな決まりましたか？行きます。先行スズメが良かったと思う人、1,2,3,4,5。高校イルザキが良かったと思う人、バレたんじゃん。1,2,3,4、一票差ってこと？一票差で、スズメが優勝！じゃあ、負けていただきに拍手！やっとなった、じゃあ、ウィニングラップしてもらいましょうか。ウィニングラップいきましょう！もうアカペラから入るぜ、パス蹴りたくてしゃあねえ、とりあえず落ちと集まってくれた前面ありがとう。毎週遅くまでサイファーもやって、俺らずっとこうやってスキル磨いて、まず呼んでくれたポーズ、 YouTube の人ありがとうございます、最高だぜ。ああこれは徳島ポーズコースつながった、いや、俺のライブで食らってくれて、 YouTube 撮影こうやって来てくれて、その中で優勝ができて俺も嬉しくて仕方ねえ。とりあえず上市場みんな全員俺は大好きだし、自然作君も大好きだし、全員音楽やめずに俺らでこっからぶち上げていこうや。いや、俺も何度も曲で誰にも言ってなかったかもしれないけど、自分見失いそうになったり、めっちゃ辛かったり、鬱なりそうになったりしたけど、それでもずっと曲書いてきて、アルバムケーキとのリリースパーティーもやるぜ。だから俺も止まんねえ、全員止まらずぶち上げようぜ。ありがとうございました。まずは今日はこういうことを開いてくれた、ありがとうございました。ありがとうございます。賞金を渡してあげてください。あ、じゃあお願いしてもいいですか？まあじゃあ一緒に渡しましょう。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。15,000、ありがとうございます。ゆずきはまだ気が違ってるんで拍手。ゆずきお疲れ。ありがとうございます。時間的に大丈夫なんですか？一応30分までは借りてるんで。あの上新庄サイファーのあの歌あるじゃないですか、はい、あれとか取れないですか？これこのメンバーであったら見せる場面と思うけど、全員でぶち上がってくれ。 Yeah 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 Yeah。 この曲生まれたのも神新庄、俺んち、ね、ずっとやってたラップ。 Yeah、 いるだけありがとう。 Yeah, yeah. yeah ぶち上げようぜ。 Yeah, yeah. 死ぬほど歌いながらこの曲ありがとう。 Yeah、 死後空の街抜け出したあの時は18で、飛んで転がり淀んだ生活変わりやした。 Yeah
シェ。全てが変わったのはあの場所、人生変えてくれた駐輪場、ビートの音色かける街、そん時に出会ったはいるだけ。壊れたものゼロから輪を囲って幸せがいっぱいた高校で、誠実溜め込んだものは全部こういう仲間たちと消えていく。一つ一つ一歩一歩毎日繰り返してくことがヒップホップ。人見知りなのにやけにおしゃべり、そんなやつかも今ではファミリー。クーさんの言葉を聞きとかにロックをワンマイルあっても調子どう、遊びに来てみろ神社長。最新の最新のトークで上がるだろ調子も、ただ遊びに来てみな神社長。スローロケでなしともチャリンコでハイカライパンダとチャポに気をつける日々。臭い匂いはすぐ鼻につく、出会いは19、20歳の男と書いては寄せ引いては書く。俺はいるこの男、リーガルハイに入れるための魔法、今日は日曜マイメントアホ。今はやることやらなあかん、もう昔とはちゃう、確かに比べりゃよどめ街並み。俺が変わるか街が変わるか、本気でやってなかった勝利、あの頃どうでもよかった勝利、当時の思い出ホーミーはマジ、金は大事でも大事じゃない。偶然乗り込むワイドアンソカにロックンホーカーバッマイなんてもそうしどう、まあ遊びに来てみな会社長。シェイシェイまだいだろう、まあ信じ最新のこの曲で当たるだろう調子も、なら遊びに来てみな会社長。画面越しの全員 I ready、 俺らの声に耳を貸すべき。忠告が下手を打つ影、世の川さえらまずは歌詞書く。 OK OK 全員 Are you ready、 俺らの勢いは止まらない、今があるのはあの日のおかげ、足があるなら絶対動かせ、足動かしてこんな俺らでまだまだぶち上げてくっせ。 YouTube 画面越しの皆様調子はどう、YouTube 画面越しでも伝われたらこの熱量、yeah, yeah, yeah. ラスト受け全員でぶち上がってこう、これが俺の社員のサイファー。急戦乗り込む気とか記録を3枚なんても調子だ、遊びに来てみな神社長。死んではないだろう、ファンシーで最新の最新の僕で上がるだろう調子も、なら遊びに来てみな神社長。ありがとうございます、 YouTube ポッポー。ウィスティル OSK リバーサル世の川64。あ、いや。じゃあ準優勝なんでやらせていただきましょうか、久しぶりに。全員のフレンズありがとうございます。俺が主催で副主催。ずっと我慢かましてくれるブラザーに愛を。HK64 エリア淀川から常に発信。Listen up, yo。ヨドガーウォーキンステップアップ、結果はなかなかついてこねえな、足なじんだあの道通れば、あの日々の変化もう一度ステンダー、ワンショットゥーロー、オーサピート秘密と信用、日々常に広げ沈黙は聞いて、おしゃべりな無識マイプレイをチェスに、音楽にチェスに、あっという間に過ぎる季節が周りの変化を感じさせた、自分のことで感じがダメじゃ未来のことすら見えやしねえな、前途変革の間の乗りしろ、思考で乗り付けて物にしろ、集まりともし生み出すシート、思考の思考に所持してる方に iPhone とペンスル、メタバースと現実、イカれた世の中で何が歌える、エリア北摂は独自の口コミ、市内某所では背後には用心、ヨドガーウォーキンエリア HK64、 全てのフレンズぶち上がってる奴ら、画面越しの奴ら全員にピボッポー来るぜ、ヨドガーウォーキンステップアップ、音結果なかなかついてこねえな、
足が散ったあの道通ればあの意味の変化もう一度してんだ One shot two floors on the beat 意味と信用意味常に忍ぶ沈黙は切っておしゃべりない分身マイペンを切って本格に散ってかっこつけたいけど俺は俺背伸びは疲れるし俺に似合わねえヒストリーゲーム増えるしかまね心の隙間何で満たされる思考放棄死んだ超本人その足は止めんな上げてけどのし前目いるんだろいけねえな後ろ手ぶらで淀川またげねえよそこだヨドガワまたのねえよ大阪シティの少し東側ヨドガワ河川敷白木田大橋タギングとアートが街の魔法もう少しで水面だろ上で待ってろよ全てのフレンズにありがとう今日だけ寂しいメンバー全員本日はほんまに皆様ありがとうございましたありがとうございましたみなさん、ありがとうございましたバイバーイ